吹っ飛んだ。吹き抜くの。一気に吹っ飛んだ。いやーでも楽しいな。これ入場も有料なの。ああキャンプだもんね。有料施設って書いてある。この音いけーまだ大丈夫でしょ。このぐらいのここカメラのしいや今日暴走してくれるやついねえのがいいからあんでもドゥイーってくれるやつマジで死ねって あ、後ろから来ちゃった。え行けば来た。どこで後ろ後ろまで戻ってどっかだろう近くかな。どっかであそこだ。あそこの駐車場ちょっとやりそうですか。あの左にある峠の。今冗談投げてやべえと思って。あー先行って先行って先行って。よし。舐めてた。舐めてた。あんまり今日長居しない方がいいよ今日は。ちょっとね。いや長居しない方がいいってかちょっとどっかでとどまる。危ねえから。まあちょっと朝早いから。いやでもとどまったらこれよりそう雪増えるんだけど。とりあえず箱根神社行こう。飯食いで安定の箱根神社行きましょう。俺思いっきり左に曲げたけどあんな曲がんねえんだ。外で犬が楽しそうに雪で遊んでるの感じする。うわーまあ遠赤乗り上げてもいいんだけどさ。それ怖かった
そう慎重にと、スピード出すなっていうやつ、多分そいつは勝手に自立してるからね。ダイスじゃないってことなんですよね。さっきの言うと、あ、その前に来るんだけど、ゼロ、ゼロスピード、さっきからこのスピードで行く人ちょっと怖い。まずノーマルタイヤなんじゃないか説が強いんですか。ちょっとマジで危なかった。お、もう完全に左に寄ろうと思って行って、あれだったからですね。えーと思って、それでも無理に避ける必要ですよ。どうせ前に行くか、その車はちょっと右行こう、あの信号のところで。ちょっとここはもうやめてくれます。ドライバーの方は何でもないから大丈夫。ドライバーはいいんだけど、いやサポートあんま仕上げれねえから、それが怖いんで何も見えないし。とりあえずは、はぁ、ロスに来てね。車止めてたらいいかな、その駐車場で。歩いて行こうか、ローソンまで車で行こうか迷っても。止めてたらいいか、下手に行きますよ。鳥の前の駐車場です。あそこ止めて、あそこ大丈夫かな、雪が。大丈夫だと思う、止めるべき。止める分には大丈夫なんだけど、ゼロはさすがにかもしれない。これだったらね。うん。ちょっと車間距離ちょっと待ってみて。いや。いる。けど。ゼロで行く。ゼロで行くね。みたいな。車間距離たっぷり。つけてるんで、後ろの車がさらに乗ってもらうのが変えたんです。